一人が麺を茹でて、もう一人がスープと牛肉。嗨，你好，超级爷爷是佛系。今天我来到内湖，西湖，这里是捷运的西湖站。我今天来这里要去吃牛肉面，店名叫做牛耳金字面馆，金字面馆哦。这一家也是上礼拜我说的 AI 教父黄仁勋先生的台北美食图鉴里面的一家。我曾经拍过几家牛肉面，今天呢牛耳金字牛肉面有什么不同，我去吃看看。好，那么我想请大家先看影片，今天的影片 AI 教父黄仁勋先生的口袋名单牛肉面。 AI 教父黄仁勋さんのグルメリスト牛肉麺です。今俺が向かってるのは牛耳金字牛肉面。 AI 教父黄仁勋さんのグルメリストにリストアップされてたお店。午後は5時半からということで、それに合わせてやってきた。今5時25分。ここからそんなに遠くないはず。ところで牛肉麺だ。いろんな麺がある中で一杯200元の価格を超えてくる。こんなのは牛肉麺だけ。馄饨麺も榨菜肉丝麺も200元はおろか、100元の壁を超えるのも苦労してる。牛肉麺っていつからこんなに高くなったんだろう。昔は50元だった記憶がある。それがあっという間に90元になり、150元になり、 IT 株と似たような勢いで上昇した。そう、今から40年前のことだ。当時すでに牛肉麺の店はあちこちにあった。俺もよく行った。ただ牛肉麺を食べた記憶がない。なぜって、牛肉麺メニューには一番初めのところに書いてあるんだが、俺の目に入ってこない。要は鼻からないのと同じ。俺がいつも食べてたのは牛肉タン麺。牛肉麺が50元だとしたら、牛肉タン麺はその半分ぐらいで食えた。スープも同じ、麺も同じ。違うところといえば牛肉が入ってるかどうかだけ。貧乏学生の俺にとっちゃ、牛肉なしで値段半分は迷う理由は何もない。牛肉タン麺の一択だ。それにしても裕福になったもんだ。俺も台湾もあった。なんだこの行列は。シャッター閉まってるのにみんなひたすら待ってる。とりあえず俺も並ぶ。おお、開くぞ。このシャッターが開く瞬間、並んでる人たちの興奮と期待感が一体となって、抑えきれないパワーを感じる。列が進んでるぞ。こっちが少人数の席か。メニューはテーブルの上に置いてある。本烧牛肉麺が180元。でも今日は来る前から決めてた。本烧半筋半肉麺。
コウさん確かこれ食べてたはず。これでよし。で、決まったら即持ってく。これだけたくさんのお客さんが同時に入店してるわけだから、ここでの注文速度が勝負を分ける。小菜、ピーナッツあるかな？え、有花生吗？花生没有。没有啊。哦，好，那没关系。注文はしたし、あとは待つだけ。周りも同じ。食べてる人はいない。開店直後にしか味わうことのできない風景だ。お、見つけた。厨房が見える。一人が麺を茹でて、もう一人がスープと牛肉。彼らもこの時間が一番忙しいんだろうな。切った。紅烧拌金拌肉麺。第一印象としては肉がでかい、でかくて多い。上から見た時の碗の占有面積約 80%。 それでは行きます。まずは麺から。この麺もよくある。うどんみたいで、うどんともちょっと違う。全体が固めで、粉がぎゅっと凝縮したような食感で、スープ、思ったほど濃くはない。もちろん辛くもなくてまろやかな味。さあ、牛肉。見た目は岩のようにも見えたけど、柔らかい。昔は金がなくてこれが食えなかった。食いたいとも思わなかった。なぜって、それはだな、食いたいと思うのは食えるかもしれないって、そんな期待があるからだ。その可能性が全くない時、人は食いたいってさえ思わない。日本語じゃこういうのを夢のまた夢っていう。絶対に達成できないから考えることがなくなった状態。それが今はあって当たり前。おまけに尿チンまで。ほら、この尿チン、トゥルトゥル。で、量も多い。肉の中の半分近く。時々店によってはほとんど尿チンがないのもあるけど、これならパンチンパンローって言ってもいい。さてと、残りもあとわずか。最後は一気にいきましょう。で、スープ。これも一気。紅烧拌金拌肉麺、完食。はい、AI 教父黄仁勋先生の口袋名单。牛儿牛肉麺、去吃红烧拌金拌肉麵。吃完后的感想。
对我来说传统台湾口味、很久以前好像有吃过这样的牛肉面，很怀念的味道，可是店内的空间设计很现代，两者之间的这个差距很有意思。还有一个真正的半筋半肉，牛筋很多。影片里面也有说过，以前我有吃过，虽然半筋半肉，可是牛筋很少。这一家不是，有机会再来吃看看。好，那么今天的超级爷爷 Super G 到此就结束了。下次还有机会的话，我们继续聊聊吧。拜拜。